公正取引委員会は日本の行政機関の一つ。公正で自由な競争原理を促進し民主的な国民経済の発達を図ることを目的として設置された内閣府の外局である。日本語略称は公取、公取。経済の憲法とも言われる私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律は私的独占、不当な取引制限及び 不公正な取引方法を禁止している。公正取引委員会は、違反非議事件を審査し、排除措置命令、課長金納付命令、警告を行う。独占禁止法の特別法である、下請代金支払い遅延等防止法の執行も、中小企業庁とともに行う。また、競争政策の企画及び立案を行い、競争制限的な法令、政策、 政府規制との調整や競争環境整備に向けた調査、提言等も言っている。さらに、企業結合に関する事前審査や、所証事務に係る国際協力も行う。このため、市場の番人や企業再編の番人と称されることもある。かつては、取引に関連して、不当形頻度に及び不当表示防止法も所管しており、古大広告や表示などがあった場合、 本法に基づく行政処分や命令も発出していたが、景品表示法の所管は2009年9月に新たに発足した消費者庁に移管された。行政機関としては1869年設置の外務省、1880年設置の会計検査院に次いで発足以来名称変更されずに続いている。一部業務については第二次世界大戦後、 GHQ 式のもと、財閥解体を主導した持ち株、会社整理委員会から引き継いでいる。2000年代以降は、協梁団合事件における大企業の刑事告発や、マイクロソフトやインテルといった世界的な企業の摘発も行われた。平成17年度の同法抜本的改正により、反則調査権限や課徴金減免制度が導入され、 これによってその権限は大幅に強化された。また、2019年には芸能事務所の遺跡妨害や不当契約等、芸能分野における問題行為に言及するなど、取り扱う分野の幅は大きく広がっている。公正取引委員会は、合併や株式取得などの企業結合が独占禁止法上問題がないかどうかを審査している。そして、一般消費者にとって、 不利益になるような競争を実質的に制限することとなる企業結合を禁止することができる。市場への影響を判断するにあたっては、当事会社の市場シェアやその順位のみならず、当事会社間の従来の競争の状況、競争者の市場シェアとの格差、競争者の競争余力、差別化の程度、輸入品との代替性の程度、参入の可能性の程度を、 隣接市場からの競争圧力、需要者からの競争圧力、総合的な事業能力、効率性及び経営状況といった多様な事情が考慮されている。例えば、たとえある企業の市場シェアが高まったとしても、他の企業や国外から十分な商品の供給が行われるならば、競争は制限されておらず一般消費者にとっても問題はない。ため、企業結合は認められる。 さらに、企業結合が競争を制限することとなり、独禁法に違反すると判断される場合であっても、当事会社が一部の事業を他の会社に譲渡するなどといった適切な措置を講ずることにより、独禁法上の問題を解消することができる場合も、企業結合は認められる。また、審査にあたっては、人気付け職員を含めたエコノミストにより、 必要に応じて経済分析が実施されている。旧新日本製鉄は2009年に三家のステンレス事業を日清成功と統合する方針を打ち出したが公正取引委員会の反対によって断念している。競争のグローバル化に伴い縮小傾向にある日本国内シェアに止まる議論によって合併の是非を判断することに対して議論されている。2011年7月 経済界から合併審査の迅速化や透明性向上を要求したのを受け合併審査の指針を改正。同年12月、新日本製鉄と住友金属工業の合併について両社間で競合する約30分野において独占禁止法に基づいて合併後に競争がなくならないかを審査した上で一部条件付きで認めると発表した。本件は 公正取引委員会がグローバル競争の実態を意識したものとして評価された。以来、JX ホールディングスによる当年ゼネラル石油の統合計画やトヨタ自動車によるダイハツ工業の全額出資などを認める姿勢を見せている。公正取引委員会は、独禁法等の違反事件の調査や審決を行う準司法的な機能、 および規則制定権の準立法的な機能を有している。内閣総理大臣の所轄に属するとされているものの、委員長及び4名の委員が独立して職権を行使する独立行政委員会である。委員長及び委員の任命には、衆参両議員の同意を必要とする。委員長は認証官とされ、その任命は天皇により認証される。内閣府の内部組織は一般に、 法律の独占禁止法、政令の公正取引委員会事務総局組織令、内閣府令の公正取引委員会事務総局組織規則及び公正取引委員会規則である公正取引委員会事務総局組織規定が階層的に規定している。内部部局地方機関九州事務所の管轄区域に沖縄県は含まれない。沖縄総合事務局総務部公正取引室が 公取地方機関の役割を担っている。研究機関内閣府の該当の項を参照公正取引委員会では採用承認等基本方針に基づく任用の状況として平成21年度から平成24年度までの国家公務員採用一種試験の採用者の出身大学が公開されている。令和3年7月1日現在の事務総局の幹部は 以下の通りである。ありがとうございます。